こんにちは樋口一葉作「濁り絵」の2回目をお送りしますおたかといえるは洋銀のかんざしで天神返しの曲げの下を書きながら思い出したように「利吉ちゃんさっきの手紙を出しか?」という「はあ」と気のない返事をして「どうで来るのではないけれど」 あれもおあいそうさ。とわらっているに。大抵におしよ。巻紙二広も書いて、二枚切っての大封じがおあいそうでできるものかな。そしてあの人は赤坂からのなじみではないか。少しやそっとのいざがあろうとも、縁切れになってたまるものか。お前の出方一つでどうでもなるに、ちっとは精を出して取り留めるように心がけたらよかろう。 あんまり妙理がよくあるまい。と言えば、ご親切にありがとう。ご意見は受けたまわりおきまして、私はどうもあんなやつは虫がすかないから、亡き縁と諦めてください。とひと事のように言えば、あきれたものだのう。と笑って、お前などはそのわがままが通るから豪勢さ。好みになっては仕方がない。 と内ををってしながら昔は花よの言いなしをおかしく表を通る男を見かけて「寄っておいで」と夕暮れの店先にぎわいぬ「店は二軒間,間口のい階くり軒には御神う下げてりじをいきよく空き瓶か何か知らず名しはまた棚の上に並べて帳場めきたるところも見ゆう」。 勝手元には七輪を仰ぐおとおりおりに騒がしく主が手図から寄せ鍋茶碗蒸しくらいはなるも断り表に掲げし看板を見れば司祭らしく恩料理とぞしたためけるさりとて仕出し頼みに行きたらばなんとか言うらにわかに今日品切れもおかしかるべく女ならのお客様は 手前店へお出かけを願いまするとも優にかたからん世はご方便や商売柄を心得て口取り焼き魚とあつらえに来る田舎者もあらざりき「織り木というはこの矢の一枚看板」「年は随一若けれども客を呼ぶに妙ありてさのみは愛想の嬉しがらせを言うにもなく」。 わがまま至極の身の振る舞い、少し器量の自慢かと思えば、小面が憎いと陰口言う芳媒もありけれど、付き合っては存のほか優しいところがあって、女ながらも離れともない心持ちがする。ああ、心とて仕方のないもの、おもざしがどことなくさえて見えるは、あの子の本性が現れるのであろう。 れしも深海へ入るほどのもので、菊の井の織り木を知らぬはあるまじ。菊の井の織り木か、織り木の菊の井か。さても近来稀の広いもの、あの子のおかげで深海の光がそわった。抱え主は神棚へ捧げておいてもいい。とて、のき並びの裏ぐさになりぬ。 今日はここまでといたします。ありがとうございました。